酒井先生、巴の消息は？つかめたが、今のお主ではかなわんな。巴を鬼とお思いですか？まあ、誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。来い。いずこへ？弓の修練は猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。敵は撃つより味方に引き込むのが得策。それが猛虎のやり口だ。いかにも。止めなければ。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか？どうした、もたもたするな。手を貸しますぞ。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは？いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。やだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに？矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら急げ。的に見立てたのか。先生、猛虎です。先生、ご加勢ください。大将、大将。なかなかの腕だ。存分に休めましたか？立ちさばきを観察していたのだ。猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは？あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だとお忘れですか？戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへやら。探しましょう。ここに足跡が10人かそれ以上。後を追え。
巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか。無論です。よくぞ申した。罪があるというのだ。猛虎の中に島の女子はいたか。やはり島の者、命を下してました。どのような。先生がどうとか、湯がどうとか、聞こえたのはそれだけです。面目ない。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日、志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士が守り手ぞ。不意打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。